よね。あ、ヤマハ知らなくてよかったね、今のうちに知って。はい、何人かちょっとトイレに行かれてますので、タバコですか？タバコですか？ちょっとしばらく待ちたいと思いますが、戻られましたら後半、行きたいと思います。無用な急須ですよ。はい、実はですね、昨日うちの会社でちょっと会議がありまして、昨日台風だったんですけど、全国のどうしました？どうした？あ、何が業務連絡、はい、あ、そうですよ、あなた違いますね、それ2部からです。いや、だから2部でしょ。2部だけでした。電源が終わったからです。あ、そう、あ、そうですか。あ、そうなの。あ、そういうことですか。すいません。いや、別に、どっちでもいいけど。どっちですか。出来上がったらします。出来上がったらします。だって、最後は、なんとなくやった。最後に。これ。これ、まあまあ、まあ。じゃあ、いいですよ。どっちでいいことですか。じゃあ、やりましょう。いやいや、でも、まあ、皆さんも、雑談で、ちょっと、まあ、とりあえず、はばかりに行ってるけど、戻られてる。はばかりって懐かしい言葉ですね。かわやとかね。かわやとかね。実はちょっと今も言いかけたんですけど、まあ、うちの会社、昨日会議あったんですけど、全国の会議、中止すればいいじゃないですか、あんな台風で。でも、来れるやつはこういうぐらいの偉そうな会議を本社が企画したんですけど、案の定、四国と九州が来れなくて、四国、九州は別途開催しますって。ねえ、本当にもう、無駄なことしやがって、ちょっと怒ったんですけどね。で、結局こう円卓にある会議のうちの3分の1ぐらい埋まってないんで意味ねえ。でもちょっとパソコンでウェブ会議、いやいや全国なんとか会議とかねやりましたけど、結局まあそれはそれで楽しかったんですけど、ということでね、岩沢さんの上司は昨日来てなかったよという感じで、やっぱり台風の影響は大きいなと思いました。というわけで、じゃあ、2分、いいですかね。
ぜひ入りたいとお願いします。オープニングのテーマは、ベーシティー口回ってベーシティーローラー分かってますよね。サタデーナイトをちょっとパクってやらせていただきますよ。メーカーさん、作詞、編曲なんか、ね、作曲はしてないよね。作詞、編曲ということでよろしくお願いします。これもまた、この後、また5曲ほどやらせていただきます。それが終わりましたら、1回休憩させていただいて、何どれ、はい、のどれこれこれ2番、よし、どうですか。はい、ありがとうございます。はい、ということで、5曲後半戦をやらせていただきまして、休憩して最後に、今日ゲストの方が何人も、テーマが来られているので最後ちょっと時間をそういうコーナーを作りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、あまりマイナスの話をしちゃいけないですね。この方の相方がちょっとね、例えば捕まっちゃいましてまた言っちゃいますけど、でその相方のチャゲさんと石川優子さん、これすごい、これも1984年ですよ。だから30年ですね。二人のアイランドっていうことで、昨日のことなんでも今日絶好調ですね。そう、さっき絶好調なんです。だから汗だくのやつだったね、さっきさ、来たときさ。なんか、かみさん呼びましょうか。呼ぶか。で、この間もあれです、かみさん来たらもうね、借りてきてね、これになってさ、で俺が何か言うと、そんなこと言ってねえよ。で、かみさんと緊急連絡とか言うとさ、演奏ほったらかして帰るんですよ、ね。でもなんかここに来るとね、こう、水を得た魚に、ね、酒を得た広瀬のように。まあ、すいません、あんまり言い過ぎると、私も。さっき放送コードギリギリしたよね。これちょっと企画ですよ。ということで、2人の間でよろしくお願いします。
ございます。かなり有名な曲でございます。ありがとうございます。絶対ないな。チェケアンド。アスカですね。石川優子。チョゲはいない。チョゲしょ。チョゲはいる。アスカがいないから。ちょっと若干、ちょっぱらちしてるおりますから。ありますね。ちょっと、にぎやかな曲の後に、しっとりとした曲を、仙台出身の、シンガーソングライター、佐藤和樹さんの代表曲ですね。仙台はコンパクトでいいですね。この昨日、ちょっと仙台の方が来てお話してましたけど、仙台はこんなに暑くないですよ、蒸し暑くないですよとおっしゃったけど、変わんないんだろうと思うんですけど、なんか違うみたい。油断はない。牛タン、昔ホリエモンが行ったって牛タン屋行ったんですけど、もう10年ぐらい前ですから全然入れなかったですね、当時は。ホリエモンって。そこで暑いでしょ。ねえ。なんか、どんなことやるんですか？なんか、こう、ちゃんとした牛タンをあまり食ったことないんで、ちゃんとした牛タンってちょっとなんか、なんか気持ち悪いですね、本当に。あ、本当の本当の下って感じで。なんかね、赤門の薄っぺらいと、ジーン・シモンズを思い出す。牛タン、なんか出る。ジーンタン。ジーンタン。はい、先ほどジーンタン。あれがそうなんだ。というわけで、アオバジョを牛タンじゃなくて、アオバジョを超える。よろしくお願いします。
ープと第2弾これをやってました。サザンオールスターズさんの、これも新しいと思ってたけど1980年だった全体からしたらね30年前ですね。彼女は続きがえ、そうでしたっけ。え、それよりその曲まあミスプランニングで記憶曖昧なところ全然記憶曖昧前後はもう判断できない。なんか長期記憶がちょっと怪しい。記憶が曖昧なような今日はなんか絶好調ですね。皆さんねちょっと今日の様子は奥様に伝えたいと思います。奥様がいないんで伸び伸びしてますということでサザンオールスメンバーもかなりいい感じです。ミスランニング
いや。またクロスと変わるんですけど、実はですね、昨日クロスと変わんないよ。あ、そう。全然変わるでしょ。変わるでしょ。あのあるメンバーのですね。はい、笑うな。あるメンバーのリーダーがちょっと亡くなられまして、CCB のリーダーでベーシスト。すぐ言ってるんだ。なんで？あるバンドのって言った。あ、そうかそうか。CCB ってもうココナッツボーイズ。あ、そうか、ココナッツボーイズ、ね。で、まあ、私もこのドラマーしか知らないんですけど、ベーシストがリーダーだってことも、ちょっと面白いことなかったですが、ちょっと昨日なんか不幸がありました。亡くなったんで。ツイートの意味になってないんですけどね。ちょっとやりましょう。ここまでツイートですよね。ツイートですね。謹んでご冥福をお祈りいたします。取ってつけたらいいですけど、ロマンチックかと思っております。もう言っちゃった。ロマンティックだね。結構、昨日決まったんで、言い訳をしちゃいけないんですけど、ちょっと頑張ってみたいと思います。よければ後で皆さん、ぜひ見ていただきたいと思います。ロマンティックかと思います。CCB。ありがとうございます。ありがとうございます。田中さんも。
サンガリッツァ。仲間さんも来てくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。レギュラー終わったらぜひ本当に参加していただきたいと思います。ちょっとしっとり曲で、いきたいと思います。このバンドもなかなか、長いですよね。昭和40年代中盤ぐらいからずっと活躍されていて。完全にロックバーティー。ごめんなさい。いや、シェア。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 ポッキーシェアじゃなくて曲をシェアしてるっていう状況ですね。はい。我々もなんかゆっくりゆったりとした気分で旅に出ていきたいなと思って、明日ちょっと旅に出ますけども、ゆったりした旅になるかどうか、この曲にかかっているかもしれない。心の旅。注意。
で最近なんか再結成されて、あれ1年かけてでしたっけ？そうですね。相変わらずこう、今何も衰えないっていうか、素晴らしい歌声を聴かせて、プリンセスプリンセスの、今しかないでしょうって感じですね。世界で一番だったのになります。よろしくお願いします。Thank you.
採用できる。ありがとうございます。はじめまして。